はい、どうもこんにちは、 TI からのプライズと申します。今回の動画の話題なんですけども、これ3本目です。 PS4 の FPS 低下問題ですね。で、これもうまたこれ動画出すの、これ次何があったのっていう話なんですけども、今回の動画ではですね、このついに PS4 の FPS 低下問題に関する進捗っていうのが運営から発表されました。で、今回のこの進捗状況なんですけども、今回でやっと、この FPS がなんで低下しているのか、その原因についてがやっと特定されました。しかし、まあ、タイトルにもある通り、まだまだ修正にどうやら時間がかかりそうなんですね。で、今回はこの運営の発表に関するね、詳しい話題と現状どういった状況になっているのか、それらをね、まあ取り巻く問題っていうのをね、お送りしていこうと思います。ではまず前から話していきましょう。で、今回の動画でこの話題に関する動画は3本目なんですけども、 PS4 の FPS 低下問題っていうのは様々な形でユーザーに影響を与えておりまして、で、その状況で多くのユーザーがこれの解決方法っていうのを模索しております。またこれは現在様々な原因が考えられているんですけども、その中で特に原因として候補に上がっているのが、今回のマップ改変で追加された街のオブジェクトだったりとか、あと様々なフェーズオブジェクトであるんですね。で、そんな中、今回運営はこの CS 機における FPS 低下問題に関して Twitter 上にて3回目の表明を行いまして、で、これが良くも悪くも大きな話題となっております。そのため今回はこれに関する詳しい話題や運営の発表の詳細についてをね、解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました、 FPS 低下問題、運営が進捗を発表した件ということで、今回はね、これに関する詳しい話題をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。ではまず一つ目、運営の発表から話していきましょう。で、今回の FPS 低下問題っていうのはシーズン12開始から発生しているものでありまして、で、このチャンネルでも発生から解決法までを動画にて取り上げております。で、この問題はPS4 や Xbox One、 そして Switch などのハードウェアで発生しておりまして、で、自身も FPS の推移を計測したところ、最も FPS が低下するのは初動もしくはインファイト時であったんですね。で、またこれは原因として様々なテクスチャオブジェクトが考えられているものの、運営はこれまで約1週間にわたって原因の解明を進めておりまして、で、本日朝7時14分ですね、ついに公式声明が発表されました。ではね、これを実際に読んでいきましょう。運営プレイエーペックス PS4 のパフォーマンスに関する問題についてのクイックアップデートです。原因を特定しましたが、現在も積極的に修正に取り組んでおります。で、これが今後リリースされるパッチで解決できる見込みです。この度は多くのフィードバック誠にありがとうございましたとここで発表しまして、で、運営は原因に関して特定は終わったものの、現在これの修正時期は依然未定であり、今後どの時期にアップデートが配信されるかっていうのは修正作業次第であることが判明しました。で、今回はこれに寄せられたユーザーの意見っていうのも同時に紹介していこうと思います。はい。で、こちらに関してなんですけどね、まあ、とりあえず修正目処が立ってよかったとか、また逆にですね、これ早く修正してほしいって方もしいましたらね、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい。では次に2つ目、ユーザーの意見をね、話していきましょう。で、ここではですね、まあ、当然ユーザーから様々な意見っていうのが寄せられているんですけども、今回は3人に絞ってですね、こちらユーザーの意見を話していきます。ではユーザーまず1人目ですね、とりあえずバックグラウンドの街を消した方がいいという意見がありました。でね、まあ、これに関してはまだ原因がはっきりしていないんですけども、おそらくはこの下の街が処理を重くしているっていうのが推定されている原因なんですね。で、まあ、それも相まって、まあ、とりあえずこのバックグラウンド、この下の街をですね、まあ、さっさと消したら、まあ、すぐに解決されるから、まあ、とりあえず下の街を消してほしい、こういった意見がありました。はい。では次にユーザー2人目です、ランクマッチでも影響が出ているから早急に修正して、こういった意見もありました。で、これは本当にごもっともでして、で、今回ランクマッチのスプリット1はですね、オリンパスなんですよ。で、ランクマッチスプリット2は近景なんですけども、スプリット1でこの問題が修正されなかった場合、ずっと FPS30 の状態で、ランクマッチを回さなきゃいけないっていう感じなんですね。で、こうなってしまうと当然 PS5 とかそういったハードウェアの差が出てしまって、で、それによって PS4 が、まあ、必然的に不利になってしまうわけですね。だからそういった様々な観点も相まって、まあ、とりあえずランクマッチでも影響が出てるから、まあ、早く修正してほしいっていうこういった意見もありました。では次にユーザー3人目です。PC 買うわ。もう本当に簡潔なんですけども、まあ、とりあえず PC 買って、この問題から逃れようっていう人もいました。まあね、まあ、現状 PS4 はですね、まあ、今後アップデートも入って、もしかしたらこういった問題がまた起きるかもしれないんですね。だから、まあ、そういった懸念も相まって、まあ、今回の騒動を踏まえて、PC を買おうっていう人も、この騒動に対して、コメントを寄せておりました。はい。まあ、ただこんな感じで、様々なコメントっていうのが寄せられているんですけども、もしね、皆様なりの何か意見ございましたらね、ぜひともコメント欄にご質問よろしくお願いいたします。はい。
といった感じで今回の動画は以上となるんですけども、この後にですね、現在、ダイヤ隊がね、めちゃくちゃ魔境となっておりますのでね、そのダイヤ隊のね、映像っていうのも載ってあります。こちらもぜひとも最後までご視聴いただければ幸いです。はい。それでは本編どうぞ。上来てる上来てる、1人こいつはもう帰ってた帰ってた、オッケー、スキャン待っててるね、俺ステルマックはちょ、ホライズン、ホライズン危ない、や、上とりあえず行った方がいいですね、これオッケー、ホライズンどうなったそれ、おい、あ、逃げた逃げた、あ、逃げた、オッケー、バッテリー落とします、オッケー、拾っていいよ、うん、バッテリー俺1ね、俺ゼロだから1本、オッケー、もう1本落とします、ナイス、ここの上入ってないんか、あ、ドクターいる、ハイドしてる、オッケー、絶対ハイドしてる、スキャン欲しいかも、スキャン13秒、うまいうまい、いら18、ここに7秒、あれだ、うつ、ナイス、ナイス、あされちゃうの、牛ライターマがもうないですね、スキャン、ちょ、上から見てろ、俺なんか回復ありそうだったら持ってきてもらえると、オッケー、論破重視を多分ラスパみたいなもんだな、これ上入ってますよね、上入ってるっす、今入ってるね、ルさん、上入ってた方がいいですね、オッケー、うんうん、うん、まあ常に行ってもそうだけど、どうだろうな、まだ色々流れてない、いや、来ちゃっていいですよ、来ちゃっていいですよ、オッケー、オッケー、いいね、スキャン、めっちゃろ、そいつパスやり、パスやり、ちょっと一回待って、負けます、これこれ、正面正面、合ってる合ってる、ブラー合ってる、ブラー合ってる、これ正面、裏裏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 、ここ目の前目の前、俺の目の前、誰かカバー欲しいかも、マジで、裏裏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 裏、あったけマジナイス、あーようやくナイス、でもなんかパケロス大丈夫そうやな、そうですね、今んとこ来てないです ね、あー確かに、まだまだ遊べるよ、もう一回もう一回遊べるぞ、遊べる